川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は実はですね、ちょっとうちうちの話ですけど、普段ね、朝収録する機会が多いんですけど、今日はちょっと諸事情により、まあ、夕方収録してるんですけど、先生、朝という夕方とどっちが先生のバイオリズムは高いんですか？日にもよると思いますけど。朝のがいいかな。ちょっと今一瞬、そう、眠そうだったので、ちょっと申し訳ないなと、はい、思いつつ、はい、まあ、今日はちょっとイレギュラーな感じでね、夕方前に収録させていただいてるんですけど、さあ、気持ち切り替えてですね、これ流れる頃4月、最初ですので、やはりね、まあ、新生活、はい、はい、ね、新生活とかなんか桜が舞ってるのかなとか、桜が咲いてるでしょうね、はい、あったかいのかなとか、いろんなね、やっと春になった。もうでも最近は春がなくていきなり初夏になってしまうこと多いですけどね。そうなんですよね。まあ秋もあんまりないとかね、春とか秋がちょっとない、うん、なんか2期生みたいになってきましたけどね。そうですね、なんか、そういう形で体の調子がちょっとついていけない。そうなんですよね。なりましたね。はい。はい、まあ、そんな中でですね、まあ、4月最初ということで、明るく行きたいところなんですけど、今もね、体の調子なんていう話もありましたが、やっぱりちょっと体調を崩したりとか、そういう部分もあるかもしれませんが、まあ、それと関連してってわけじゃないんですけど、はいはい、今日はですね、我慢と辛抱の違い。そうですね。これ、似て非なる、なので、先生に伺いたいんですけど、方言ですかね、辛抱とかいう言葉あります？あります、あります、もちろん。あ、そうですか、はい。もうあと少しの辛抱だって言いますよね。あ、はいはいはい、はい、これ先生からね、今日この話どうかっていうね、事前にいただきましたけど、そもそも なんでこの今日のテーマ。いや、我慢と辛抱のなんか違いっていうのがあるなと思ってたもんですからね、うん、使い方っていうか、この内容っていうかね、うん、なんかちょっと早川さんと討論しながら、我慢する、レベル高いですね、と辛抱との使い方をあれしながら、状況に応じて我慢するのか辛抱するのかっていうのがあると思うので、そのことをちょっと討論、なんか意見の交換したいなと思ったんですね。我慢と辛抱、だから痛いのは辛抱しなさいじゃないで、我慢ですよね。痛いとか、痛いとか、先生が求めてらっしゃる答えかどうかも分かりませんし、全然辞書的な話じゃないんですけど、なんか今パッと右脳的に考えると、なんか我慢はとにかくしんどい、ちょっと間違ってるかもしれないですけど、僕はね、いやいや、そう感じて、はい、で、辛抱は同じ辛いんだけど、はい、ちょっとその先に何か光がちょっとあるかなって感じします。いや、その辺がね、打ち合わせしたわけではないんだけど、はい、早川君となんか似てる。あ、本当ですか。はい。辛抱っていうのは、その先にこう心の力で耐えられて、はい、希望が先にあるっていうかね。今言ってね、こう希望があるっていうか。はいはいはい。なんかそういうこう、未来があるっていうかね。そんな感じがするんです。辛抱すると、未来が輝くとまでいかないんですけども、うん、開ける未来がある。のがこう辛抱って言いますかね。だからやっぱ人生に辛抱が必要だなっていうのは、今が辛抱のしどきとか。そうですよね。しかも今これ見ながらちょっと字見てたんですけど、辛抱ってちょっと僕目が悪いんで、こう薄目で見るとね、辛いっていう字が幸せに見れるんですよね。だから幸、この辛いを抱き続けてると幸せに変わるんじゃないかと、勝手にちょっととんちみたいなことを思いつきました、ね。そうですね。で、その高倉健のお母は、辛抱、本読むと、どこにも、おふくろさんから辛抱しなさいって言われてた。はい。で、高倉健が、僕の大好きな高倉健さんが使ってたんですね。辛抱しようっていうか。はい。で、やっぱ、辛抱すると先に希望があるっていうか、よくね、耐えると光があるっていうか、光の世界があるっていうふうに、こう、思うから。はい、なんかそういう意味では、この人生は辛抱が必要だって言いますかね。辛抱しなさい。きっと
未来があるよってこう言えると思うんですね。で、そういうことは、そういうふうに使っていいのかな。我慢っていうのは、怒った時とか、痛い時とか、ここで抑えなさいっていうか、ああ、そうだっいていうう、感じしますよね。怒りとか、それから、なんか痛みとか、そういう希望とか何とかなくて、こう先が見えないって言いますかね。我慢する。とにかく耐えなさいって感じですよね。そうですね。その時に、それもまた必要だけれども、まあ、人生必要だけど、まあ、そういう意味で、我慢も必要だなとも思うんですけども、我慢と辛抱の違いって何かなって、こう使い方と心の置きどころが違うなと思って、才川さんと討論してみたいなと思ったんですね。我慢も辛抱もどっちも必要だけど、我慢ばっかりしてるとなんか壊れてしまうことがあると思うんですね。そうですね。なんあんまか、りここでも我慢しろとか、ね、新人に、上司が新人に向かって我慢しろ、我慢しろ、給料引くの我慢しろ、我慢しろって言ってたら、やがて壊れるしと思うんですね。でもここは辛抱のし時だよっていう時は、先に未来があって、やがて脱出できるよっていう時は、辛抱のし時だよっていう言い方できると思うんですけども、確かにどうでそうすかですね。ね。我慢は本当にぐっと抑えつけられて、そしてそこにあんまりね、未来は感じない感じしますけど、辛抱はやっぱりその先を感じるので、なんか例えば自分自身が何かね、まあしんどいというか、目先辛いとかネガティブな出来事にあった時も、やっぱり我慢って思うとね、なんか、辛いですよね。で、辛抱だとやっぱりどこかで、まあ繰り返しになっちゃいますけど、今こう、でも話してるとやっぱりその、面白いですよね。同じ、二字の熟語ですけど、辛抱だとやっぱり、もう少しとか、あと少しとか、どこかでっていう、なんかやっぱ終わりが見えますよね。だから人生には辛抱が必要と、貫くものっていうかね、こう辛抱して、貧しさを辛抱して、やがて努力してるうちに次に先た前の冬っていうか、良き世界に入ることができるっていうかね。我慢はそれは痛みをただこらえる、耐えるっていうだけのことだから、まあ、そこに希望がないっていう、先が見えないっていうのがあるから。でも、まあ、それでも我々は我慢をしないといけない時もあるけれどもね。でも、権力者が国民に我慢、我慢、我慢っていうさせると、やがて爆発しますよね。そうですね。国民に辛抱しなさい、辛抱しなさいって言ったら、その先に必ず希望をやろうときにはそういうこ確かに。とを使いますよね。で、結構、私たちの人生も、どうなんですかね、早川さん。我慢と辛抱の使い分けしてもいいのかなと思ったんですね。いいと思いますね。特にその、まあね、本質的に辛抱と我慢の中身って言われると、意外とファジーな部分があってね、どっちとも取れるような時もあると思いますけど、少なくとも自分に何か起きた時は、なんか、まあ、捉え方もあると思うんで、やっぱり辛抱の方で捉えたいなと思いつつ、ね、自分の子供とか、部下とか、こう、誰かね、おこがましいかもしれないけど、導くような、まあ、立場に自分がいる時は、ね、利用するために使っちゃいけないですけど、でもやっぱり相手の成長とか未来を願うんであれば、辛抱って言葉はできるだけ使いたいですよね。人生には辛抱する時期が必ず必要ですもんね。結構長い時間、10年ぐらい続くことあるけどね。そうなんですよね。先生と出会った30代中盤ぐらいの時って、もうとにかく辛い辛いで、なんて言うんでしょう。でもそれまでの辛いって、なんか1年ぐらいでなんだかんだ消えてましたけど、やっぱり3年、5年ってありますね、10年。あ辛いりますものね。も。だいたいその辛抱をすべき時年、10年辛抱すると、だいたい開けますよね。だからまあ、そういう意味で、みんなに言いたいですね。こう、うまくいかないときや、先見えないときは辛抱しなさい。まあ、長いと思われるかはないけど、過ぎてみれば短いという感覚の中で、だいたい10年は辛抱しないといけないときはありますよっていう。僕は、私の経験でね、大体ほとんどの人が10年辛抱すると、大体、こう、開けてきますね。これはまあ、今日我慢と辛抱って話で、せっかく今先生がまとめつつあるところにちょっとふと湧いちゃったんですけど、似たようなさらに言葉で忍耐ってあると思うんですけああ、ど、忍耐まあ、忍ね。耐力っていうと割と辛い中でもポジティブなね、力のように感じます。この忍耐っていうのはどちらかと辛抱に近いんですか？どうなんでしょう、先生。ああ、使い方は次第かな。やっぱ、忍耐は、
我慢とはちょっと違いますね、ね、で本当すよね。ね。その通りですね。やっぱ忍耐は辛抱に近いですね。まあ、道義、忍耐を忍難びしい。耐えると書きますからね。本当そうですね。これでも面白いですね。なんか忍耐しろって言われるとやっぱり嫌なんですけど、お前忍耐力身につけたいかとか、あなた忍耐力すごいよねって言われるとそんな悪い気もしないんですよね。僕は。そうなんですよ。先生、でもどうなんでしょう。まあ、最後にね、この、まあ、我慢と辛抱の違いっていうのは皆さんイメージ湧いたと思うんですけど、改めてちょっとまとめじゃないんですけど、なんて言うんでしょう。まあ、日々何かいろんな出来事が起きた時に、まあ、今日の話で言うと、辛抱っていう捉え方をした方が、まあ、明らかに捉えられるものは辛抱でいいと思うんですそうけでど、すね、辛抱、まあ、捉え忍耐。方、微妙な時とか、まあ、逆に必要な我慢もあるっていうふうに先生がおっしゃってたので、逆に必要な我慢ってどういうことなのかなともちょっと思いましたけど。やっぱ希望を抱いて、じっと耐えるっていうかね、努力しながらやり続けると、こうある日突然、パッと道が開けるということはありますね、やっぱなんかその努力、そういうことはあるかって、よくあるっていろいろな本に書いてあって、その本を読んだときは信じられないんだけれども、まあ、過ぎ去ってみると、そうもうなんで本当すだよなっていうこね。とが多いですね、やっぱ、そのことを辛抱しながら努力し続けると、本当に、努力は裏切らないという言葉があるように、必ず実を結ぶんだなっていうのは、途中で投げ出さないでほしいなと思いますね。不思議なぐらい、努力は裏切らないという言葉、辛抱っていうのは、必ずこう、あなたに未来の希望をもたらすっていうことを、私はなんか、いいです過去のね。経験で、言えますね。辛抱には希望があるってことですね。そうですね、はい。なんか忍耐力とかっていう言葉を使いますけど、なんか辛抱力っていう言葉もいいかもしれないですね。なんかね、我慢力は嫌ですけど、なんとなく 忍耐力ってなんか強い、抑圧的な感じそう、ちょっとすグッる。ときてますよね。辛抱の方がいいかもしれないですね、確かに。まあ、我慢は小さい子供は我慢できないから我慢しなさい、我慢しなさいって使う。でも例えば、あれが欲しい、これが欲しいという時は、小さな3歳、5歳の子供に我慢しなさいって与えない時も必要ですよ。そういう時は、親の方も我慢せない気もで、ここでやったら収まるけれども、これやってしまうと、チョコレートをやり続けるのと一緒で、幼い時にチョコレートとか甘いものばっかりやっていると、体を確かに。壊すからね、そこ、親も我慢しないといけないし、子供も我慢しないといけないから。だからそういう意味では、そういう幼い時に我慢っていう力も身につける必要がありますね。両方ともね、親そうですもね。子供もね、その我慢と辛抱の違いをよく知って、なんか人生に活かせるかなと思っそうたでんですすよ。ね。いや、なん辛抱。か、いいと思います。今日なんか、すごく、なんて言うんでしょう。スパッとね、まとめられるような話ではないですけど、やっぱりこれを知っとくか知らないかで、なんか自分に何か起きた時とか、自分の身の回りのね、友人だったり、子供だったり、部下だったり、なんか、何かいろんな生きるちょっとヒントができそうですね。ありがとうございます。さあ、この番組では引き続き皆様からのご質問、ご感想を募集しております。詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。さあ、そして今月ですね、名古屋新月の勉強会第3講が、4月24日、開催されます。怒りイライラをしない一月ということで、まさに今日のテーマともね、ちょっと近いと思いますが、開催されます。こちら途中からの、受講も可能ですので、ぜひチェックしてみてください。そして同じく、4月12日ですね。こちらが早いですね。小国で断食会が、あります。実はですね、僕も申し込ませていただきました。何かなければ、僕も久々にもう7年ぶりぐらいに、参加させていなんかただけもうるそので、ろそろ満席になるので、そうですよね。なので、ぜひ早めにちょっとチェックしていただけたらというふうに思います。そして同じく4月ですね、楽進会も14日に開催されますので、こちらもぜひチェックしてみてください。そして少し先ですが、6月9日東京楽進会も神田ワイム会議室で開催されます。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。ありがとうございました。
ー。